今から150年ほど前、石巻を流れる北上川には橋は一つもありませんでした。当時石巻には住吉や袋谷地、現在の水明町など4カ所に渡し場があり、渡し船が村と村を結ぶ役目を果たしていました。人や物の往来は大雨や洪水になると制限され、人々は不便な生活をせざるを得ませんでした。五郎兵衛は天保12年1841年、押鹿郡水沼村、現在の石巻市で農業を営む片岡義七の長男として生まれました。五郎兵衛は小さい頃から働き者で、心に決めたことは最後までやり通す粘り強い子供でした。五郎兵衛は病気の父親を持つ友達がいれば、近くの川で魚を取って売ったり、夜遅くまでわらじ作りを手伝ったりして、困っている友達を助けることもありました。五郎兵衛が24歳の時、突然父が重い病気にかかってしまいました。その頃、五郎兵衛が住む村には医者がいませんでしたので、このような時は遠くの石巻村から医者を呼ばなければなりません。すぐに医者を呼んでくるから待っててくれ父ちゃん、というなり、五郎兵衛は暴風雨の中、川沿いの渡し場に馬を走らせました。ようやく渡し場にたどり着いた五郎兵衛の目に映ったのは、数日前から降り続く雨のために荒れ狂う北上川でした。なんとか船を出してもらいたい一心で、川沿いの渡し船の船頭の家を訪ねてお願いしました。しかし船が出せるような状態ではありませんでした。父のことが心配でならなかったのですが、仕方なく五郎兵衛は知り合いの家で一夜を明かし、川の流れが緩やかになるのを待ちました。ところが次の日も北上川の様子は変わっていませんでした。むしろ前日よりも水かさも勢いも増していて、どうしようもない状態でした。五郎兵衛は目と鼻の先にある石巻村がこんなにも遠いのかという思いと、何もできない自分に対する悔しさでいっぱいになりながら、急いで家に戻りました。そんな五郎兵衛を待っていたのは父の死でした。すまない父ちゃん、畜生畜生。五郎兵衛は布団に横たわる父の姿をじっと見つめ、涙を流しながら何度も何度も畳に拳を打ちつけました。それからというもの、五郎兵衛は何とかして北上川に橋を架けたいという思いで一生懸命働きました。その傍ら、橋を作るための法律や建築などの勉強もしました。わからないことがあると専門家に聞きに行くこともありました。一つ大きな問題がありました。橋を作るためにはたくさんの資金が必要だったのです。五郎兵衛は親戚や知人に協力を求めました。しかし当時としては大変難しい工事だったので、誰一人賛成してくれる人はいませんでした。その中には、北上川に橋を架けるんだって頭が変になったんじゃないか、などとあざけり笑う人もいました。そんな時、五郎兵衛にかすかな光が差しました。石巻村元町の区長の田辺吉助が北上川に橋を架けたいと県令、県知事に願い出て許可されました。しかしあまりにも資金がかかりすぎるために、橋作りに手をつけないでいることを知ったのです。すぐに五郎兵衛は橋を架ける権利を譲ってくれるようにお願いするために、田辺吉助の家に行きました。
何度も足を運んだ五郎兵衛の思いが渋っていた田辺吉助の気持ちを動かし、ようやく橋を架けるための権利を譲り受けることができました。その後も困難が続きました。橋を架ける権利は何とか手にしたものの、県令の許可がなかなか下りませんでした。その理由は、橋を架けようとする五郎兵衛に反対する人たちがいたからです。特に私場の船頭たちは自分の仕事が減ってしまうため、五郎兵衛の考えには賛成できなかったのです。それでも五郎兵衛はくじけずに、反対する人を説得したり、県令に粘り強く願い出たりしました。五郎兵衛は自分と同じ悲しみを味わった人がいるに違いない、そんな思いをする人が出ないようにするためにも橋作りを進めなければならないと考えていました。その思いが伝わったのか、明治15年1882年2月に念願の橋作りの許可証を手にすることができました。待ちに待った橋作りが始まりました。まず川幅の最も狭い中瀬を利用して、中瀬の東側と西側に橋を架けることにしました。もちろん五郎兵衛はこれまで以上に働き、資金を作ることにしました。それでも資金は不足しました。資材を投げ打って木材を用意しました。また妻の姓が縄を鳴って売ったり、工事現場で働く人の食事の世話をしたりして、資金の不足を補いました。それでも足りず、五郎兵衛は布団や家財も売りに出しました。冬の寒い最中に布団の代わりに蚊帳を着て寝るほど自分たちの生活を切り詰めていました。さらに追い打ちをかけたのが大雨による洪水でした。出来かかった橋が壊されてしまいました。橋の材料にしていた木材がなんと河口を出て沖にある田代島や安治島まで流されたこともありました。それでも五郎兵衛は流された木材を回収し、少しでも材料を確保しようと努力しました。そうした五郎兵衛の姿を見ても、橋を架けたいのなら五郎兵衛が人柱になれ、橋作りが成功したら橋の上を逆立ちして歩いてやるぞと冷やかしたりバカにしたりする人が絶えませんでした。しかし五郎兵衛の気持ちは全く変わりませんでした。それどころか、何とかして橋を作りたいという思いを強めていきました。日に日に材木が組み合わされ、少しずつ橋の形になっていきました。工事を始めてから5ヶ月後のこと、とうとう五郎兵衛の思いが叶いました。五郎兵衛は父が亡くなった時のことを忘れたことはありませんでした。橋の完成式には県令がわざわざ石巻村に足を運び、お祝いの言葉を述べました。県令は五郎兵衛の立派な仕事をいつまでも称えるために、お祝いの席で橋の名前を宇都宮橋と名付けました。その他にもたくさんの人が集まり、橋の完成を喜びました。その中には工事の途中で五郎兵衛を冷やかした人たちもいました。しかしもう五郎兵衛のことを批判する人はいませんでした。この時五郎兵衛はすでに41歳になっていました。橋を作りたいと願った日から17年もの歳月が流れていました。